12章、大阪の城。大阪城行くってこと？いや、大阪城だけが大阪の城ではねえか。話、聞いてくれるか。キルちゃんが神妙な面持ちで話し出した。座り姿も可愛い。あのクリスマスの夜、俺は堂島組の事務所に行った。はあ。ああ、なんかスーツが似合う女性はモデルの才能があるみたいなのがね、ランウェイで笑ってて言ってました。あの漫画マジおもろいから、マジでみんな興味ある方は見て、ランウェイで笑って。有名すぎるか。みんな知っとるわな。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると、若き井上、俺たちの個人ひまわりへ顔を出してくれていた。うん。だがあの日、おやっさんは来なかった。そういうことか。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。え、うわ、誰だこいつ。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。声誰？今日はダメだ、帰れ。うわ、スイッチ入ってるな、風間さん。いつもは優しいおやっさんだったが、その時は違った。もうジェルで固めてるじゃん、髪の毛。こん時から髪型これなん？嘘だろ。いや、ビーチ。俺は気になって、おやっさんの後を。嘘だろ、車の後ろ。えぐ、よく追いつけたな。おやっさんは組の指示に逆らって、人号派を逃がすつもりでいた。そうな。俺はそんなことも知らずに。知らずに、まあ、知らんっていうか、作戦すら知らないだろ。よう入っていくな、お前。お前が俺たちを逃がしてくれるというのか。あ、だから測った。この町から出ていくことが条件だ。はあ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。聞こえなかった。あ、銃向けて。俺はおやっさんが危ないと思い、体を張って助けようと思った。あ、じゃあマジでキリュウちゃんが原因だ。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。うわ、なんかもう、俺を信用しろ、キリュウちゃん。うわー、これキリュウちゃんも心中穏やかじゃないで。え、カズマ、やり罠だったんだな。待て、そいつは登場界の人間じゃない。え？いやー、これ、いやー、これは風間さんが危ないと思ったから。いや、測ったな、はそういう意味か。右の肺。いや、風間さん何も言わないのが。いや、中のインナーだせー。中のインナーってなんだ。頭痛が痛いのか、お前は。くぅ、あー、いたんか、ここに。あら、まら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 。よくこれ言えたの、こいつ。こんな傷で右も左も這いつぶれてて、ど真ん中撃たれてんのに。風間のおやっさんは俺を助けようとして、その男を。だからこいつは逃がしたんか。うーわー、これは。そうだ、風間さんがさ、そんな撃つかって思ったんだよね。マジでキリュウちゃん関係してたんだ。俺が、その男、お前の父親を殺したようなもんだった。いや、それをちゃんと言うのもな、キリュウちゃんだよね。いや、似合いすぎだろ、スーツ。俺を撃たないのか。許さないんじゃない、許さないんだろ、みたいなね。どんな償いでもすると言ったろ。
カッコつけるのもいい加減にして。親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？いやもうド正論罪を償うから俺を殺せだなんて、人はねそんな簡単に割り切って生きていけないのよ。そうだわな、さっきの桐生ちゃんの悔しい顔サムネかもしれんわいやーちょっともうな、あれからずっとそこにいたの？親に怒られて外に出て、親から来るまで絶対外で待っててやるって意地張ってる高校生の時の俺じゃん。やったわーこれ。女の子、好きな子に振られた時に雨の日にわざわざ出てて電柱に手片手ついてこうやって泣きながら雨に打たれてたわ。ここ BGM 大丈夫なんかな？いやー桐生ちゃん、え、なにこれ。罪を償うから俺を殺せだなんて。いやもうこれはだって大正論、ね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。大正論だよ。桐生ちゃん半日経ったのにヒゲ生えてないね。ちゃんと毎日剃ってんのかな桐生ちゃん。え？何？すいません、びっくりした、朝山ちゃんかと思った。うわー嘘だろ、ムービー中の桐生ちゃんはダメだって。しかも雨だし。ムービー中の桐生ちゃんはダメだって。いや大丈夫、あの龍が如く6のパッケージ見たけど桐生ちゃんいたから大丈夫、知らないよ桐生ちゃん、安心して。これ抜いた方がやばいんじゃないの？いや病院行きな。お、でも大阪にかかりつけ医がいない。さやまちゃん来てよ、キルちゃん死んじゃうって。刺されて普通に歩いてやがるこいつ、結構深く刺さったよ。もう大腸とかズタ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 でしょ、中でうんこぶちまけられてるって。なんでそんなこと言うの今の俺は。 こんなシーンでなんでそんなこと言ったの？マジで出血がひどい、毒か。とりあえず青い山か、毒かじゃねえんだ。ちょキルちゃん大丈夫ね、ごめんね、なんかさっき本当にもうわけのわからんこと言ってごめんね。あ、避けてくれた、ありがとうね。え、これさ、初めて桐生ちゃんの大ピンチじゃない？なんか今までなかったよな、ここまでのピンチというか。こいつ何されてもピンピンしてたし。いやにしても出血がひどい、毒かって言ってたけど、こいつ天然なんかな。誰でもそんな深くナイフ刺されたらそうなるだろう。今の風間さんみたいだった。桐生ちゃん着いたよ、大丈夫。桐生ちゃんでも体力半分ぐらいで済んだ。うわぁ、ちょっと、大丈夫ね、本当に大丈夫。いや、鬼瓦全然焦ってない。どないしたん？いや、出血量えぐ、ダメだって。鬼瓦、何か言えし。うわ、戦国のあれかな。合流会は蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。蒼天堀？あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々奴ら作って大騒ぎしとったやないか。戦国の部屋すごいな、まあ、ほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。あ、そうなんだ。喧嘩売っとんのか。いや、かっこつけとる。挑発に乗るな。いや、リュウジさ、多分和服の方が似合うぞ。お前も少しは大人になったぬ。いや、まあ大人になったかな。せやけど、おめれんごの後目はもうわしのもんや。そうなん？無理。メガネゴールドて。え？マジか。こいつ使うて、キリュウの首取るで。つらん。お前らしい作戦だな、戦国。キリュウっちゅうやつ、半端なことやたぶらんらしいからの。
マジゴミだなこいつら。勝手にせえ。え、わしはわしのやり方で登場会と桐生やるだけじゃ。あ、ちょっとここ対立しとんの。ほな一丁派手に近江の後目合戦と行こうやないか。あ、そういうことか。後目で争ってんのかこっちも。いや戦国がもうマジゴミだな。島の思い出すわ。一番気に入らんのあのおっさんだけどな。あ、目覚めた？キルちゃん。腕良すぎんこのまま。まだ無理したらあかんよ。起き上がれるのすごくない？腹筋使うのきついだろ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。河原さんだね。ああ、カオルのことでちょっとな。何かあるんちゃうかこれ。彼女のことで。まあそんなことよりこれ。ごまかしたな。何？これは。ねえ知らんけどあんたのジャケットに入っとったで。あ？いつの間に。刺された時？そんな手際よく？あの時。え？ペラってなってんのに？マジ？凄腕すぎるだろ。まさか。え？ああ。止めても無駄や思うけどその傷や。無理したら命取りになるで。戦国マジかあいつ。え、行くの？キリュウちゃんマジで行ってる今。まあ戦国もそのつもりで。彼女は来なかったか。彼女とカオルのことやったらガーラさんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。ママ完全にママなんだけど。この人紫だだけじゃねえな。いや、なんかありそう、この人もなんか。え、待って、12章めっちゃおもろいんだけど、どうしよう。誰やねん。キリュウだな。非通知。俺も最近なんか非通知の電話かかってきてた。ん？お前は誰だ？なぜこの番号？そんなことはどうでもええ。ハルカを救いたければ指示に従え。え？ハルカはどこだ？無事なのか？質問は受けん。ハルカに会いたければ今から横堀ゴルフセンターに来い。もちろん一人でだ。ゴルフセンター？え、待って、奥にあのババアがいるんだけど。え、あいつ見たことあるぞ、サブストーリーに出てきたやつ。横堀ゴルフセンターか。それにしてもどこかで聞いた声のような。いや、戦国じゃない？普通に戦国だと思うわ。おい、来たで。え、こいつ？え、こいつ？なんだこいつ。やっと来たんか、遅かったな。え、戦国じゃねえんだ。はるかはどこだ？お前は戦国組の？何のことかわしはようわからん。じゃがなんか聞いたところであんたはここでおしまいじゃけえの。じゃけえのってさ、普通に広島とかじゃないんだ。めっちゃ経験値もろた。超嬉しい。経験値が足りねえんだよな。はるかはどこだ？戦国はどこにいる？腹刺されてんのに強いな。わしはあんたの殺しを依頼されただけよって。お前よう知らんの、知らんのんかい。それは。いえ！いや、腹刺されてんだよね。わしはインターネットで依頼を受けただけによってに、名前まで知らんわ。2006年でもうインターネットあったんや。あるか？あるの？知らんかったな。出る。出ますじゃあ。キリュウハン、情報入ったんや。黒川！そやけどちょっとまずいことになってもうてな。すぐに蒼天堀の川沿いに来てください。わかった。なるほどね。黒川も買収されてるということが。そこの川沿いに行ったらどうせ敵が待ち受けてるみたいな、そんなことだろ。うわー、黒川お前めっちゃ目立つな。すぐわかったわ。あ、キリュウハン参ろう。ああ、情報はどうだ。まずいことになったと言っていたが。ああ、そのことなんやけどな。実はそれが言えまへんのよ。何？あ、そういえばキリュウハン、ゴルフ練習場の男倒しかったんやってな。あいつわしが広島からわざわざ呼び出した豪傑やったんやかな。やりよるわ。わし、あんたのこと舐めとったよ。何？わしの勘であんたとつるんどきや、そのうちにごっつい金になるネタが転がり込んでくると見込んどったんや。まあそれがたまたま今日やったっちゅうわけで。あの男、お前最初から全て知っていたんだな。ふん、話はここまでや。少しベラベラと調子乗って喋りすぎてしもたわ。こいつ元からな、最初からな。
今まで暗示させてもらったけど、やっぱりわしはもう金が大事なんよ。わかるけど。ほな、ぼちぼち料理始めてもらいましょうか。こいつらはあの肘の島の男のようには行きまへんだよ。え？すっげえダッセー T シャツ。何あれ？ホラーマンの絵かな？また懐かしい名前。黒川とも戦うのかよ。戦いづれなんて一切思ってないけど。あ、ラッキー。戦わなくていいわ、これ。あの、今から全部これで敵倒します。はいはい、これね、超便利。一人一人ね、こうやって落とすだけだから。あ、はい、お疲れ。今からね、これコツコツこうやって当てて掴んで、これが一番最強だから、全部これで終わる。はい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 、で掴んで終わり。もうなんでこんな仕様にしたんだこのゲーム。浮いてる浮いてる。はるかはどこにいる。マジであれでいいんだもんな。答え字ではお前が、川底のヘドロになるぞ。何その独特の言い回し。え、江崎や、やつに頼まれたんや。誰？あんたを川沈めたら1000万出す言うて、金に目くらんでしもたんや。1000万？それにこの人を町で商売してる限り戦国組に逆らうことはできまへんのよ。江川って誰？江川？江崎って誰？この町の何これ、探求員？なんだっけこれ、お給忘れちゃった。やつは雲隠れしとるはずよ。どこだよ。ピンク矢印さん、いつもありがとうね。ここみたいですね。階段ぐらい走れきるじゃん。もう年だとは思うけど。お邪魔しまうま書くの大変。こんばんは。おや、ご新規さんやな、いらっしゃい。今日はどないしたんや。ここに探求員、もう読めないけどね。俺も少し体を見てもらう。そんな、特別な針による施術を行っとる。もうな、読めねえ。読めないの腹立つわ。体の隠れたツボを刺激することで、あ、針ね、肉体を活性化させるんや。新たな技を習得することが可能です。ん、なんだ、いや、ただでやるとかじゃなくて、ちょっと今から、待って、そこにいるんだけど。お客さん、上の上でベッド寝そべってよ。ああ、よろしく頼む。見せることになるな。よし、これで終了や。む、これはどうやって。わしの腕は驚いたな。体が格段に軽い。さっきまで重りがついていたのかと思うくらいだ。あんたの針、効果は確かだな。体の中から戦いのイメージが湧いてくるようだ。おお、ダウンせずに素早く起き上がれるようになる。へえ、そうなんだ。ん、その相手の嬉しい。あんまり頻繁に来られても効果ないで。ん、どういうことだ。最初にも言うたが、わしの針は肉体を活性化させ、経験を体に消化させるもんや。逆に言うと、消化できる経験がないとあかん。備え時に施術しても効果はできへん。備えわけやから、いろいろな経験を積んだらまた来てくれや。その時はきっちりと施術してるで。じゃあもう結構今覚えられるんじゃないか。そんなことどうでもいい。そこにいるから。あ、え、この前の麻雀のやつじゃん。ちょく、なぜここか。逃げるのかよ。今さ、追いかける体勢になってなかったらいけたことない、キルちゃん。そういうところだぞ。駐車場のそこに逃げ込む？くそ。なんで、俺こいつのこと覚えてなかっただけかな。名前あった？こいつに。うわ、 BGM クソかっこいい。なんでこいつにこんなかっこいい BGM 使うの？えい、こいつぶっ倒すの2回目だな。くっ、もうできま一瞬で立ったとこいつ。実はそんなにダメージ受けてないだろう。戦国はどこにいる？遥かどこだ？それは言えへん。言ったらわし、きっと消されるわ。それなら俺が今消してやる。そんな成長な。ちょっと待ってくれ。ね、撃たれたりしないよな、ここで。はい、もしもし。え、なんですって。じゃあわしがやっとったんだ。え、でもしかし。あ、はい、わかりました。それでは。戦国さんがあんたを連れてこい言うて。わし絶対消されるよってに、あんた一人で行ってくれ。どこだ？大阪の城。行けばわかるはず。何？ここでか。なあ、あんた。こんなん今更言うんはなんやけど、わしをかくまってくれへんか。このままやったらわし処分される。いや、それはできない。ビリケンにでも手を合わせてる。ビリケン？
わし、もうあかん。おしまいや。え、かくまってやれよ。かわいそうじゃん。頭もハゲて寂しいのに。うわ、かっけえ。かっけえ。やっぱ白ってかっこいいよな。キルちゃん、怪我してんのによう、できるな、そんなほど。イケメンだわ。なぜ揺れている？え、めっちゃ揺れてるじゃん。うーわー、何これ。そうだ、中から金閣寺入ってきた。なんじゃこりゃ。金かけすぎでしょ。ちょっと待って、何これ。急に SF 始まったんだけど、何これ。いや、金好きすぎじゃない。メガネもセンスも金だったけど、城も金にしちゃう。裏ボスじゃんこれ。あの正面のあのさ、竜王を倒したら裏ボスで竜神王出てくるみたいな、そんな感じのあれじゃない、システムじゃないこれ。キルちゃんのスーツ黒になってるよ。ずっと喋ってよ今俺。うわ、ダメ。あ、中身もちゃんと白っぽくなってんだ。か、BGM も白っぽい、ちょっと。かっけえ。こんな感じなんかな、あのセキロウとかさ。ゴーストオブツシマとか。うわ、全部そんな感じ？誰？戦国かと思ったわ。めっちゃダサいな。もうそれしか言わない。天守閣におるわ。天守閣？まあ。最上階までたどり着くのは無理やろな。いや、できるよ、キルちゃん。え？なんでそれ？相撲でもやんの？うわぁ。こいつの弾、全部コンセプト、城なんや。ちょっと戦国好きかも。俺と多分趣味は合う。天守閣を目指せ。あ、そういうことね。ああ。これ全部カットしたのも、うわ、刺された。刺されたのにピンピンしてる。さすがだ。人を倒してったら徐々に門が開いていくスタイル。どういうこっちゃ。マジかこれ。うわ、これカットすんのもったいねえな。動画にするか。でも動画にするんだったら俺喋ってないといけないんだよね、この間。うわー、ちょっとキルちゃんゆっくり行く。ちょっとはるか危ないかもしんないけど、まあ、あいつはいいでしょ。どうせね、メインキャラクターだし。死なないでしょ。刺さった。すげえなあ。じゃあスタミナミンロイヤル使うか。どうせね、こんな罠もあんの。おおお、刺さる刺さる。こんな罠もあんのか、すげえ。忍者出てきた、すげえ。うわー、これいいね。あ、和じゃん。すげえ。畳になった。うわ、いいね。なんか、ここあれじゃない？危ない危ない危ない。あの、ポケモンのさ、ルビー、サファイアのカラクリ屋敷あるじゃん。あそこのさ、ここ。どこだこれ。カラクリ屋敷のあの、居合切りの間みたいだ。これ分かるやついるかな？お、着いた。え、なにここ。サスケじゃん。ゼルダみたいっていうか。え？クソでしょ。ぐわー、え、なにそれ。あ、なるほどね、こういうことね。え、これ無限、これ無限。ちょ、むずい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 。ゼルダである、こういうの。何してんだお前。うお。あんなマシンガンで撃たれてこんなピンピンできる？あいつもなかなか人間じゃねえな。うわ、こいつも長槍持つような。長槍って正直ロマンだよね。お、ザコ倒したら出てくるパターンのやつやん。クソだる。いや、お前のそれなんなさんざんかよ。おっしゃ、やっとこいつ倒した。めっちゃ強え、こいつ強えよ。おっほー、おっしゃ、これで天守閣か。これなんだ。あら、気分爽快、ありがとうございます。え、めっちゃ経験値もろた。
優雅に歩くね。てかスーツ汚れてなかったっけ。エチで脱色してくれたんかな。さすがやな。あ、戦国じゃん。よう、ここまでたどり着いたわ。こいつ強いんかな。戦国、他に任せるのかな。まあ待て。うわ、え、どこにいたの今。はるか、はるかを離せ。完全にハッピー。そないなでかい声出されたらわしのペットが目覚ましてしまうやないか。虎とか言わないよね。虎だよな。オロチ6歩じゃん。虎と今から戦うの。虎倒せとリアル。しかも腹すかしとってのマジか、こいつ餌になったり。トラとた骨まで噛み砕いた。嘘、クソデカ。そしてめちゃめちゃちゃんと脂乗ってるトラじゃん。食ったらうまそうじゃないのこれ。わ、筋肉コツコツ隆々だね。マジか、もうこ、うわー、お、マジでオロチドッポ。うわ、ほんとだ。ちょっと待ってこれ。もう打撃食らわなかったんだけど。そんなのダメじゃない。待って、できる限り、できる限り武器で戦う。ちょっと待って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 、ほら、お、あ、そんなに、いやーい、俺避けるとか知らないから。炎で、炎で焼いて。なんかある、これ何。あ、使えるんだそれ。なるほど、それで倒せってことか。え、ああ、赤にしたら獰猛になるみたいな、そういうパターン。あ、ボタン式だ、気をつけろ。俺はど、くそ、これ苦手なんだ。あ、キルちゃん、え、待って、振りご、これ振りほどけるの。振りほどけなかったら頭砕かれるじゃん。何これ。え、大丈夫大丈夫大丈夫。いけた。そんな、キリュウちゃんの強さ半端な。トラと対峙してんだけど。嘘だろ、人間やめてるよ。くそ、この女の子からもらった組長のボーリングだ。くそくそ、この野郎。え、こいつはないの、こいつはないのね。待って、え、こいつはないっぽい。ちょっと待って、いや、こいつはないっぽーい。キレちゃん、キレちゃん待って、ちょっとスタミナロイヤルで回復しよう。めっちゃ回復すんな。そして、あ、2匹目は自力で倒してってこと。あー、正気、ここで正気、虎相手に正気。どういうことか全くわからんが、大丈夫ね、キルちゃん。さっきみたいなことになるの。ちょっとボタン連動。嘘だろお前。人間やめてるよ、腹に包丁刺さった後なのに。トラに生き倒した。うわ、無理や、バケモンかい。ほんまな。返せ。トラの飛びかかりを聖剣一個で跳ね返したで。もう笑い止まらん。おもろすぎだろ。おもろすぎだろ。いや、トラに勝てる人間なんか相手にしたないわ。何しとるんやお前。え、あ、これ戦国思いっきり殺されるパターン。殺したれ殺したれ、リュウジ。俺はコメントでね、この極み2が終わる頃にはリュウジが好きになるっていうネタバレ食らったからな。そういうのも全部ネタバレだからな。何？あ、ちょっともう本当にハルカちゃんの前で、ほんまに、てかスーツ着れるほど着れやじゃんの。目的のためなら何でもする男や。帰り地似合うのお前。せやけどガキを人質に取るんは趣味に合わん。ちょっと確かに。俺の七光のくせしよって何言うとるんじゃ。やめろやボケ。うわ。てか戦国もすごいよな。そんな飛んでない、そんな飛んでない、そんな飛んでない、絶対に。マジでびっくりしたけど俺も。てかここの城どうすんのじゃ。切っとる。あ、切ったんじゃないんだ。
ったんじゃないんだ切ったんじゃないんだ。これで邪魔者は消えた。うん。リュウちゃん。いよいよ明後日。あ、そうか、停戦協定結んでたもんね。わしら総力を挙げてカムロ城に攻め込む。いや、これ、覚悟はええな。いや、こういうね、バカ正直のね、力技のやつ好きなんよな。いや、関西の竜と言われて切れてる器小さい竜じは嫌いだけど、お、ちゃんと優しく取ってあげとるいや、大丈夫、はるかちゃん。怖かったろ。ごめんな、またこんな思いをさせてしまった。いや、あれ、ちょっとブサイクになった、はるかちゃん腫れてんのか。そうだよね、お腹やばいよね。大したことはない。その状態でトラニーキ倒してるから、こいつしっかりして、おじさん。あ、さやまちゃん。いや、もうちょ、傷口が少し開いたみたいね。ちょっと、もう傷口大丈夫よ、すぐ良くなる。よかった。まさ、ここにママからメモのこと。さやまちゅう、もう、そうか、本当に好き、脇草無事でよかったわ。ニコー、またカッコつけちゃって。いや、このアホ、キリュウちゃん時計つけてたんだ。このアホやって、このアホやって。いや、もうお前とかどうでもいいわ。鬼瓦、お前だったのか。お前には興味がある。捜査から身を引いた。なにその顔、お前黒幕じゃねえだろうな。お、これいや、ちょっと待って、なんかゴードリュウジに対しての、まあ、気持ちの、こう、切り替えというか、と、あと、さやまちゃんのツンデレにも、ときめきが止まらない。